浜松市博物館は去年と今年の2回紛失したと公表した歴史的資料3点が博物館の収蔵庫で見つかったと発表しました。見つかったのは浜松城内にあった二の丸御殿が描かれ購入時の価格が200万円以上する重要資料浜松城二の丸絵図。1681年に浜松藩の領地替えに伴い作成されたとみられる遠州五千石音階地図、さらに遠州浜名五千石図の合わせて3点です。今月16日、博物館の職員が収蔵庫を整理していたところ、風呂敷に包まれた3点を見つけたということです。今日午後会見を行った浜松市博物館は謝罪し、引き続きまだ見つかっていない2点についても発見できるよう努力していきたいと話しました。